南下、元教から1604年6月17日は、室町時代の臨済宗の僧、南下宗教とも。別号に巨次郎。開戦正棋の奉仕で、明神寺58世を務め、同時代の多くの戦国武将の記憶を受けた。御用税天皇の記憶も厚く、上演名国師と送りなされた、美濃国に生まれる。明神によれば、の出身であるが、 同書には、市柳市出身と記す箇所もある。審判前集大辞典は、属性を市柳とする。小野藩主市柳屋に伝わる文書によれば、市柳千高の子であるという。国、宿層差田により得度し、その後宗福寺の従事を務めていた、海戦将期に指示、永六七年に、海、武田家に招かれた市と共に海国エリン寺にあって、隣家を得た。によれば、 英六末年、稲葉義道が母の母大寺として創建した花刑事の解散となり、相続の予防を集めたという。元気元年に33歳で、病神寺58世十字となりとする記述もある。四度に渡って十字を務めている。天正四年、織田信長が安土城を築城した際には、天竜寺の削減終了の推挙で安土山城を記し、 信長を喜ばせたという。天正九年には、美の国図隆二に従した。海戦正期の弟子であることから、海、武田氏との縁も深かった。天正八年に、武田勝頼が、織田信長との和睦を模索した際には、交渉の一端を担っている。天正十年、武田家滅亡後に、京都でさらされていた、武田勝頼、信勝及び、信豊の首を、 信長を説得して、明神寺に引き取り、先に、明神寺玉、大鳥院に混流していた、武田信玄の文骨墓の傍らに埋葬し、葬儀を行っている。天正十四年には、一柳寺下松を回帰として、明神寺に、達中の大通院を開く。天正十八年には、水尾していた、尾張国明工事に入って、交流に努め、中高となる。天正十九年に、 豊臣鶴松が没すると、明神寺における葬儀を主導した。鶴松の森役の石川光重が南か、元凶に経していた縁があるという。鶴松の菩提寺として創建された京都東山の昭雲寺の解散となる。この昭雲寺は後に徳川家のもとで、寺社院に合併されるが、二世十字の三山元玉は、鶴松と南かの木造を背負って、 隣会に退去したと伝わっている。鶴松の葬儀を契機として南か、元凶は、秀吉の長身を得、宝石は大いに賑わった。特に、山内和豊、稲葉貞道、脇坂安寺は、南加賀の三孤児と呼ばれ、大外語となったという。山内和豊は、大通院を支え、稲葉貞道は、慶長2年に、父一鉄の菩提を弔うために、 友勝院を混流して、奉師の丹田市院を解散とした。なお、市柳氏の大通院、稲葉氏の友勝院の名称は、両氏が祖先とする、伊予高の氏氏神の本事物が、大通友勝仏であることによる。明神寺隣会院、慶長4年に脇坂安寺が会期となって開いた、明神寺達中、隣会院に、開祖として壊れた。隣会院は、 南以下の大教案として安寺が混流したものとされる。実際に入寺したのが、慶長9年というが、慶長9年5月20日、隣会員で自弱。翌慶長10年、一周期に際して、御用税天皇から、上英明国史の号を与えられた。文集として、上英明国史居城六三巻及び、外州一巻居城外州がある。多くのを行っており、 著名なものでは、高大寺所蔵の豊臣秀吉像への著参がある。秀吉像へ著参は、田中義政の求めに応じたものという、ありがとうございます。